インド占星術の理解に役立つかもしれない動画9回目ですね。 S の9です。今回のお題は月から見るですね。インド占星術にはさまざまな技法があるんですけども、その中の一つスダルシャンチャクラという技法ですね。それについて簡単に説明した後、その技法の中でも月から見るというそういうねテクニックについて注意点をですねお話したいと思います。スダルシャンチャクラ、ね、インドに詳しい人はもうすでにね あのことかなと想起されるものが、このビシュヌ神のね、武器ですね。円盤をビシュヌ神は持ってますけど、こういう形状をしていて、一応これは武器です。これをこうビューンと飛ばしてね、ラーフというねアシュラの首をね、ちょん切ったりします。とこのスダルシャンチャクラの意味合いなんですけども、スダルシャンチャクラのス、これはグッドですね。めでたいということです。ダルシャンはこれビジョンね、視野です。でチャクラ、これはフィールオブタイム、自輪と直訳すればなるんでしょうけども、これは時の流れであって、別名はこれ神様を表すとも言われますが、ここではですね、ホロスコープ、チャートというふうに解釈してみました。したがってこのスダルシャンチャクラを使うとですね、良い視野を、得ることができますよと、よく、よりよく見えますよという、その程度の意味なんだろうなと思います。このスダルシャンチャクラの特徴なんですが、ある時期はアセンダントから見ると、で別な時期は月から見る、そして、その次の、別な時期は太陽から見ると。で、月から見る、太陽から見るとどういうことなのかというと、例えばこのホロスコープ、アミタババッチャンというね、インドで大変有名な俳優のホロスコープです。このホロスコープの特徴として、惑星が集中してますけども、4つの惑星がアセンダントから見ると8ハウス、8室に惑星が集中していて、ちょっと難しいホロスコープに見えますよね。で月から見るとこの惑星集中は、月天秤座にありますから、乙女座で惑星集中があります。それは12室になります。これも難しいホロスコープです。ところが太陽から見ると、1ハウス、太陽が在住する1室において惑星が集中し、大変強力な、ホロスコープになります。でこのようにある時期はアセンダントから見て、ある時期は月から見る、ある時期は太陽から見るという技法なんですけども、アミタバッチャンは太陽から見た、見る時期、これは20代の、後半なんですけど、それまでは、仕事も、あんまり恵まれてなかったんですけども、母親の、縁で、映画界に、入ってきて、突如、スターダムに上り詰めたわけですよね。これは太陽から、見る時期だったわけです。このようにですね、スダルシャンチャクラを使うことによって、ホロスコープの景色、アセンダントから見える景色が月から見た場合、太陽から見た場合にガラッと変わってしまって、その人生におけるさまざまなその変化というのをですね、非常に大雑把に把握することができるわけです。でラオ先生の場合、このスダルシャンチャクラ技法をですね、集中的に使わないといけないそういう時期がありました。それは1971年前後ですね。この時、インドパキスタン戦争がありまして、でバングラデシュの独立をめぐってインドとパキスタンは戦ってたわけですけどね、バングラデシュは1971年の12月かな、この辺りに独立をしてですね、東パキスタンだったバングラ国が、バングラデシュという、名前に変わったわけですけども、この時大量の難民がこの東パキスタンから、インドに、流れてきたんですよね。で難民たちは家財道具一式置いてきますから、着のみ着るまま、流れてきて、でラオ先生は当時ビハール州、この東パキスタン、バングラデシュの近辺に赴任していて、でこういう難民たちのホロスコープを見る機会は、たくさんあったわけですよね。ヒンドゥー教の人は生まれるとすぐホロスコープ作るんですけども、こういう難民たちはホロスコープを持ってないわけですよね。だけど何年何月に何日に生まれたというのは覚えていると。
すなわち時刻がわからないという状況の中で、だけどホロスコープを見てあげないといけないと、まあ、そういう時は時刻修正しないといけないんですけど、一人一人時刻修正を、ね、するっていうのは大変なので、この時の青先生がよく使っていた技法がこのすだれシャンチャクラです。ある時期はセンダントから見ないといけないんだけど、ね、月から見る時期、太陽から見る時期についてはある程度使えるわけですよね。なぜかというと太陽は1日に1度しか動かない。だから太陽は、ね、何月何日に生まれたっていうことが分かれば大体、ね、太陽のある位置は正確なわけです。月に関しても、まあ、1日24時間の間に10度から15度動きますけども、まあ、星座丸ごと一つ動くわけではなく、運が良ければ月の位置は、ね、ある星座内に24時間の中でとどまることがあるわけですよね。そういう時、月から見る時はホロスコープのアセンダントとしてその月が在住する星座を安心して使うことができるわけですよね。でこの月から見るという技法は、まあ、このスダルシャンチャクラという技法を知っていても知っていなくても、ね、意識してもしなくても、私たちは普段特にラオ先生の系統の、まあ、グループはアセンダントからも見るし月からも見るというそういう、ね手順が、ね、踏んでるわけ。それはいいんですけども、この月から見る、アセンダントが分かんない時に月から見るという技法について注意点があります、ね、その注意点について今回お話したい。例えばこのアミタバちゃんというのは1953年4月23日に生まれたんだけども、例えばもし生まれた時刻が分からないとします。その時、まあ想定しないといけないのは1953年4月23日の0時から、ね、23時59分の間に生まれたということですよね。で例えば0時に生まれた場合、まあ、このようなホロスコープになって特に月の位置は蟹座になります。28度14分、まあ、ほぼ獅子座に、ね、移行しようとしているところにあります。そして24時間後、まあ、大体23時59分、これも同じ4月23日です。で月は獅子座に移ってしまいます。このような時アセンダントは蟹座か獅子座ということになります。だからどちらにあるか、普通こういう場合もし月から見てね、見るならば、ね、蟹座から見たらこう、獅子座から見たらこうというふうにですね、まあ、2つのリーディングが必要になってくるわけですよね。まあ、時刻がわからない時月から見ると、まあ、それはいいんだけども、ナバムシはでも月から見ている人が時々ねいます。でそれはどうなのかなというね、ディスカッションをしておきたいと。例えば4月23日0時の場合、月はねナバンシャにおいては魚座にあります。で、まあ23時、ね、59分、まあほぼ24時間経つとですね、月の位置はですね魚座から蟹座まで動くわけですよね。5つの星座にまたいでいるわけですよね。だから月は魚座にあるかもしれないし、お羊座にあるかもしれないし、ね、お牛座にあるかもしれないし、双子座にあるかもしれないし、蟹座にあるかもしれないと、ナバンシャにおいてはね。でそういう中で、ナバンシャで、例えばね、例えばまあこの右側の23時59分に生まれたホロスコープだってね、あガチャ掲載でヨーガができててこの月はね大変によろしいとか、まあそういう解釈をまあしてしまう人がまあ時々おられるんですけど、月の位置がわからない、だけど月は比較的動かない、だから月から見ることができる。しかし場合によっては2つの星座にまたぐ場合もある。今回の場合にね。だけどナバンシャにおいては、ね、まあ、平気で4つ5つ動いてしまうので、まあ、全くもって使えない、ね。月の位置は他の天体は動かない。太陽だって動くんですよ。これこのようにね。0時の場合太陽は双子座にあるけども、まあ、23時59分になると太陽は1つの星座動いてしまうわけです。ナバンシャにおいては。だから時刻がわからないとき、ね、まあ D1 チャートで太陽とか月を基準に、ね、それをアセンダントとして見るのはまあまあいいんですけども、まあ、分割においてそういうことをやるっていうのはな、まあ、成り立たないということをですね、一応注意しておきたいと思います。前回の、ね動画の中でナバンシャの作り方を説明してありますよね。だから皆さんこの説明はね、その前回の動画を見ていればしっくりくるはずですよね。月は1日24時間の間に10度から15度動きます、ね、月が、まあ、地球から離れているときは遅く動くので10度、地球に近いときは、ね、15度ぐらい動きます。これは楕円軌道ですから、ケプラの法則によれば、ね、この楕円軌道を動く、ね、惑星は
遠いと遅く、ね、近くなると速くなるというのはありますよね。大体常識ですよね。はい、でまとめです。出生時間がわからないとき、私たちはねスワラシャンチャクラが使えることがあります。まあ積極的に使っていく場合もあります。その場合はちゃんとね練習しないといけません。で特に月から見る技法はスワラシャンチャクラを意識するまでもなく、ね、私たち普段から使っている技法でもあります。ただし月の位置は24時間の間に星座をまたぐことがあるので、ね、要注意です。で特にナバンシャ D9 では24時間のうちに4つあるいは何し5つの星座を、ね、移動してしまうので、まあ、24時間どの時間に生まれたかわからないという状況の中では、普通ナバンシャにおいて月の、ね、分析はしないし、太陽だって水星だって金星だって24時間の間に星座をまたぐ場合もありますからね。だからこのいわゆる時間が分かんないから月から見るという技法は D1 チャートに留めておくべきだし、場合によっては星座をまたぐこともあるということを留意しながら行うべきですよね。はい、というわけで、まあこれは常識ですよね。はい、ということです。